こんにちは、川島美優です。田中剛です。今回も始まりました北摂シティライフ。この番組は情報誌シティライフとのコラボレーションで北摂の情報をお届けしていきます。さあ今日は吹田市江坂にありますカフェ&ダイニングタマラに来ています。今回はこちらからお届けします。今回私たち吹田市江坂にあります、はい、カフェ&ダイニングタバラに来てるんですけれども、もう江坂の駅から歩いて10分のところですよね、うん、そして、はい、このカフェ&ダイニングというだけありますから、ね、おしゃれな、ね、おしゃれあの感じで、ね、いい感じ その来ていただくとジャズの BGM がここですよ。そうそう、流れてまして ねオーナーさんが女性の方なんですけれども、はい、すごいいろんなところにこだわりをね感じられる。ね、うん、すごいのが、うん、見てこのメニューの多さ。どういうこと？あのね、メニューこんなにあるんですか？はい、一席一冊じゃなくて。じゃなくて7冊あるんですって。すごくないですか？だから田中家のアルバムより多いでしょ。多いと思う。あのね、なんかジャンルにいっぱい分かれてるんですけど、うん、海鮮とかサラダとか、一品とか。あのだからその優柔不断な男は来れません。来れません。決めれません。男前にちゃっちゃちゃっちゃ。そうです。決めていかないとね。でだからまあまあ、まあ何日も通いますよね。だから一冊のこのメニュー。そうです。で3、4日は通えるんじゃないですか。通えますよね。すごいですよねこの感じ。それはもう言うとね、はい、女性オーナーさんが料理研究家のね。うん、全部一人で作らはるんですよ。すごいです。だから多少ないとちょっと時間かかりますよ、それはちょっと待ってくださいよ。待ってください。ただその後に美味しい料理が待っております。そしてこの量もすごいんですよ、ね、これタバラ鍋のね、はい、2人前のコースなんですけども、これ2人前、ね、これが要は前菜です。前菜です、ね、これだけで、ね、でも他のお料理屋さんでもちょっと見たことのない、はい、そうなんですよ、工夫されたね、ひと品ひと品なんですけれども、まずじゃあね、前菜をね、いいこれ一見生ハムメロンかと思いきや違うんですよ。グレープフルーツ、生ハムにくるみに上にちっちゃいバラが乗ってて、いやね、パイナップルも入ってますよ。あ、ほんまや、うわすごいでしょ。いいですか、うん、こういうなんかね、あの盛り付け可愛いとこ嬉しいです ね、やっぱりね、女子はね、そういうとこ見ますからね、大事ですよ ね、わちょっと待って、全部あの全部包んで食べたろ、食欲をそそるというか盛り付けがね、わかる、家ではなかなかできないんですよね、キャ、うん、全部行こうと思ったけど結構大きかった。ゴロゴロはね、ゴロゴロが入ってるから負けないという。負けなかった。いただきます。うん、どうですか。グー。グレープフルーツめっちゃ美味しい。あ、そう。メロンとやっぱちゃいますよね。こっちの方がね、さっぱりして私は好き。あ、すっきり感があるかもしれないですね。すっきりしてる。いけますよ。あ、いいですね。さっぱりさっぱり。うん。じゃあ僕はこの春巻きですか。そう。エビと枝豆が入ってるですよね。うん。エビと枝豆の春巻き。なんかできたよ今。今忙しく準備されてますから。そうそう。これのこの長さ、大きさ見てください。すごいでしょ。じゃあちょっといただきますね。はい、すみません。あ。うん。あの、うん、エビの甘みと、うん、お豆さんの甘みが。これいいですね。エビプリプリなんですけど、ギュッと詰まってるんですよ、身が。もうね、材料も冷凍食品とか加工品とかも一切使わないんですって。だからエビも本当新鮮そのものだと思いますよ、ね、あの要はあるじゃないですか、この長さやったら、うん、ちょっとしか入ってないとか。あの炭から炭まで入ってますよ。嬉しいですね。まあ、これは美味しい、うん、もう大満足してる場合じゃない。メインはお鍋なんですよ、はい、前菜でお腹いっぱいになりますね。この季節やっぱお鍋が、お鍋、うん、まだなんかできたね、ち
ちゃっちゃと作ってはります。いやもうこのスープ、うん、なんかちょっとあのお味噌と、ね、でクリームに、うん、チャーシューのお出汁なんですって。珍しいですね、チャーシューっていうの。これにもうサラダでもいけそうなお野菜が入ってるんですけど、うん、ちょっとさっきちょっとスープ入れていいですか。あ、どうぞ。あの、ね、まあ、要は時間的にちょっとこういう感じになってますけど、本来であればサラダ、あの野菜もしゃぶしゃぶと、そうです、そうなんです。ちょっとさっきこのお出汁だけ渡すので、すみません、好きなものを取りましょうか。うわ、だからシャキシャキ感を残したままですよね。そうなんです。ちょっとじゃあお出汁ちょっと飲んでみてもいいですか。どうぞどうぞどうぞ。すみません。うわー、この出汁最高、クリーミーでさこのクリーミーだけじゃないんですよね。ちょっと今ルパンみたいなのあーってなった。クリーミーだけじゃなくて本当に出汁がねものすごく効いてるわ。このお出汁が、出汁もしもうお出汁だけでいいって言いたくなりますけども、ね、めっちゃこの出汁うまい。いいですか、じゃあ私お野菜これしゃぶしゃぶして、三つ葉とかしらあれなんかいろいろ、ほうれん草も入ってるし、めっちゃうまいでこの出汁。うわちょっとシャキシャキ残った感じいただきますね。はい、うわ緑が濃くていいな。いただきます。うん、甘い、うん、これだとね、あの、うん、野菜たくさん取れそうですもんね。うん、いくらでもいける。これいけますか、うん、僕そのね、うん、ちょっとチャーシューをほら見て、ごめんなさいでしょ、ペラッとしたチャーシュー入ってると思ったんですけど、まるまるこんなんですよ。うわすごない、こんなん見たことない。ちょこれはちょっと行き過ぎですから、うん、ちょっとほんでとろんとしてるわ。すぐもうお箸で取るの大変って感じですね、はい、うわいただきます。はーって言いましたよなくなった。なんか、え、わー、やでしょ。ちょっとごめん、時間的にあかんのかもしれないけど、チャーシュー食べてみてください。チャーシューいきますよ。めっちゃうまい、とろり感が。熱いんですけど、うんうん、このお鍋にチャーシューって合うんですね。なくなった、ね、液体ですね。チャーシューというチャーシューも飲み物なんですね。スープですね、うん、すごいわ。カレーだけじゃないんや。お野菜はシャキシャキ、ああお肉はとろりんですが、ね、これは本当に温まりますよね。あで、ポカポカしてきた。この要はスープで、ええ、あのラーメンっていうのがもう一品であるんですけど、ええ、だからこれ締めで、ええ、要は麺も入れてもいいんですって。いいでしょ。ちょっとね、あの今もいろいろお鍋出てますよ、うん、スーパーなんかでもお出汁出てますけれども、うん、ちょっと今まで食べたことないお鍋。いこれマジでよ、俺ね、あのね、よくね、あの忘年会、新年会でよくお鍋出てくるんですけど、うんうん、外れんとこ多いんですけどこの鍋めっちゃうまいわ本気でうまい。でワインにも日本酒にも合う感じですよね。めっちゃうまい、これうまいわ、テンション上がるわ、ね、こちらぜひあの4名以上で予約が必要となってきてます。なるほど、はい、はい、ぜひあの4名様以上で、ね、ぜひ予約して、はい、タバラ鍋いただいてみてください。ほんでこれはね、あの2011年に、はい、あのの11月ですか、はい、あのブロガーさんのコーナーであのオイルフォンデュをあの紹介したんですけど、やりました、うん、本当にね、そのオイルフォンデュもまたまた食べていただいてですね、はい、ぜひ楽しんでいただければなと思うんですけれどもね。あんだけメニューありますからね、はい。